栃木県塩谷町茨城県久慈郡第五町袋谷、ある滝川橋、日立大田市、折橋交差点以降は片側1車線が確保されている。国道461号は栃木県日光市から茨城県日立市に至る一般国道である。栃木県内では日光北街道や黒羽街道と呼ばれる。栃木県日光市より東へ向かい。 栃木県北部の八板市、大田原市の山麓、丘陵地域と、茨城県北部の第五町、日立大田市水府地区の闇溝山地、阿武熊山地地域を経て、茨城県日立市の国道6号まで東西に結ぶ路線。茨城県第五町では、国道118号と一部重複して南下し、観光名所である袋田の滝近くで分岐通信して、再び単独区間となる。 もともと、栃木、茨城両県の山間地域の県道を統合、昇格して国道となった路線で、路線指定当時は未改良区間が多く存在したが、拡幅や線形改良など改良工事が進められてきた。栃木県那須郡中川町と茨城県日立大田市の一部では、一車線の共愛区間が今なお、1993年4月1日に国道指定を受けて、 これまでの県道が昇格して国道となっている。国道指定当初の起点は大谷向き交差点で国道121号県道と一部重複して東方向へ向かい大谷向き駅前より国道121号から分岐して単独区間となり日光市と与田交差点で県道と合流していた。2016年5月に大谷向き駅前とヨタ間が日光市に移管され、 バイパスが原道となり、起点も7本桜交差点に変更された。指定当初の終点は高萩市にあったが、この付近はセンターラインがなく、国道6号と接続する交差点から300メートルほどで常磐線踏切があり、ボトルネックになったため、2006年に踏切手前で南側に延伸し、日立市側に古戦橋、伊吹橋を建設した。この区間の旧道は、 廃道となって、このルート上に歩行者と自転車のみ通行ができる一般道路に変わった。茨城県大湖町では、かつては大湖市街の商店街を抜ける区間で、西行きの一方通行区間があり、東行きは国道から外れていたが、2012年の大井湖バイパスの完成により解消された。かつての日立大田市毛、高倉町付近の旧道、福音は自動車一台分、 全般に道路改良が進められつつあり、栃木、特に栃木県東部から茨城県内にかけて、境愛区間が多い。中川町内では、広い谷間に散在する集落を、直線的な一車線道路で民家の軒先をかすめて、南北に結んでいく。南下するとそのまま、馬頭市街から続いてくる二車線の栃木県道52号、焼いた馬頭線に突き当たり、 ここを左折するのがそのまま国道となる。なお、峰一つ東に並行している、茨城県道、栃木県道13号を多い以降、黒羽線がこの区間の境外路を迂回している。九時郡第五町までは、道路整備が進捗し、二車線化が進んでいる。第五町袋田周辺の道路は整備され、春秋降落シーズン中は、車両の往来が多い。日立大田市水府地区は、 谷間の集落を南北に走る。かつてこの区間の旧道は、谷間の山里を縫って一車線橋のカーブした京愛路が連続し、春、秋の降落シーズンはすれ違い渋滞が随所で生じる。ため、退避所や信号機なしの交差点に交通整理員が立つことがあったが、2015年5月には高倉橋が開通し、この付近の南北縦軸の道路が拡幅されている。 さらに、高倉橋から東に位置する、里見地区と結ぶ、国道349号と交差する、折橋交差点までの北沢峠越え区間は、大型車が通行できない、境外道路で、水府里見拡幅事業により、北沢トンネルを基本とする、道路改良が計画されている。茨城県道22号北茨城大一個線を、通行することにより、この境外区間を迂回できる。 折橋伊藤は2車線の改良済み道路である。詳細は、譜入バイパスを参照しよう野町。譜入の旧日光北街道にあたる旧道の南側を迂回するバイパス道路。船場東交差点から、天井交差点までの 5.4km が該当。1998年に、事業採択され、2005年に、譜入南交差点伊藤が、2009年に、 府入南交差点異性が開通し全線開通。屈曲部が多く福音強小な第五町市街地内を迂回するバイパス道路。第五町役場前交差点から JR 日立大後、駅前までの約600メートルの区間。2006年より事業化され、2012年10月に開通した。バイパス開通によって、旧道区間は2013年3月に、 国道指定から外され、大井戸バイパスは、原動の一部となっている。日立大田市場、高倉町から折橋町までの境愛区間の、交通安全性の確保を目的に道路を、拡幅改良する、平成11年度より事業化された延長 7.2km、福音 11m の道路改築事業。南北軸の原動拡幅及びバイパス新設からなる、上高倉町アザ輸送から、 下高倉町麻葉次間の区間は2016年までに共用済み。東西軸の原動拡幅及びトンネル新設からなる北沢峠区間は事業推進中。24時間交通量交差する道路の突起がないものは指導、町道。茨城県久慈郡第五町袋田にある袋田の滝入口交差点。ここで 国道118号から国道461号が分岐する。橋梁、編集起点から、起点からトンネル、編集花抜き第一トンネル起点から。ありがとうございます。